はい、コズの趣味部屋へようこそ。今回はね、食玩を紹介したいと思います。まあね、ちょっと時間が経っちゃったんですけれども、それ、今からねご紹介するやつの第2弾がねもうすぐ発売するということで、私ね持ってなかったんで、第1弾を、フルコンプのやつを買いました。はい、それをね、ご紹介していきたいと思います。はい、まあね、鬼滅の刃の、シールウェハースです。はい、そちらのね第1弾、はい、こちらね自分買ってなかったんでね、もうフルコンプ状態のものを、購入させていただいたので、ぜひね紹介していきたいと思います。まあ第2弾はね、まあ、できれば、普通に開封して開封動画として撮っていけたらなと思います。はい、まあ、その前段階という感じですね、今回の動画は。はい、では、まず、1枚目ですね。はい、こちら、はい、まあ言わずもがな、炭治郎ですね、うん、かまど炭治郎。はい、これ01番、かまど炭治郎。はい、まあドラゴンボールウェハースみたいな感じですよね、ほんと。まあサイズもそうだし、まあ同じところが出してるからね。はい、はい、で、2枚目、2枚目がこちら。はい、テオニですね。はい、テオニ異形の鬼。はい、で、3番目が、はい、こちら、サビトですね。はい、はい、はい、続きまして、こちらですね。はい、マコモ。はい、はい、はい、続きまして、こちら、はい、タマヨ。続きまして、こちら、ユシロウ。はい、はい、続きまして、はい、こちら、鬼舞辻無惨。まあ、レア度はね、ここの星の数ですね。うん、はい、はい、続きまして、こちら。はい、ヤハバとスサマル。はい、続きましてこちら、はい、境外。はい、続きまして、はい、こちら、吾妻善逸。はい、続きましてこちら、橋比良伊之助。
続きましてこちらかまど禰豆子、これはキラキラしてますね。星は3。はい、あのドラゴンボールでいうところのゴッドレアでしょうね。はい、はい、続きまして、はい、サイドかまど炭治郎、主人公ですからね。はい、はい、続きましてこちら、はい、ロイ、はい、はい、続きましてこちら富岡さん、はい、自分の大好きな富岡さん、水の呼吸中一の方ナギ、いいね、かっこいい。はい、続きまして三度鎌田炭治郎、続きまして、こちら、はい、雲の鬼姉、名前ないんですねこれね。はい、続きましてこちら五条忍、いやこれもいいね、イラストがいいね。はい、続きましてこちら吾妻善逸、雷の呼吸一の方霹靂一閃六連、いやこれね、善逸のこの技がめちゃくちゃかっこいいよな。はい、はい、続きましてこちら橋平伊之助、伊之助だけキラキラじゃないっていう3人の中で伊之助だけ、で続きましてこちら、じゃじゃん、これはキラキラに白押し、まあ、ドラゴンボールでいうところのスーパーゴッドレアとかのそこら辺のあたりですね。星は旋回、日の神神楽をいいなこのシール、はい、で、続きましてこちら、はい、禰豆子、禰豆子またちっちゃくなったバージョンね。はい、続きましてこちら五条忍、はい、続きましてこちら露里かなお、はい、続きまして
ちら、神崎葵。はい、続きましてこちら、かまど炭治郎と、なほきよすみ。といった、ラインナップが、26種類ですね。それに、おそらくシークレット枠であろうこちら、はい、先ほどの、日の神神楽を売っている、炭治郎の緑バージョン、おそらくこれがシークレット枠なんでしょうね、うん、シークレットゴッドレアみたいな。はい、というね、以上27枚ということでね、はい、いやーこれはほんとね、ドラゴンボールウェハースを集めてる身としてはね、ほんとぜひこの後も全部コンプしていきたいと思います。はい、ということでね、次の第2弾が発売されるまで、いや待ち遠しいですね。はい、ぜひね、もう購入しましたらね、すぐにでも、開封動画に入らせていただきますので、この機会にぜひチャンネル登録、あと高評価ねお願いします。はい、では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。